1だけどユニークスキルで最強です。星2。ダンジョンにモンスターが湧く、そのモンスターを倒すことでアイテムがドロップしてそれを流通させることで生活しているような異世界で、メインヒロインの幼女がスライムを倒したらなぜかその異世界にドロップした人族のオスが主人公。主人公のチート能力は 100% 激レアドロップが当たるという能力だが一切レベルアップしないというデバフ付き。そんな感じなので前半はカー俺最弱、やっぱつれーわ、かーみたいな感じのムーブをかました後に、一切アイテムドロップしないクソダンジョンでモンスターを倒したら主人公だけは体力のみが落ちて、次の階層では力のみ、次の階層ではイカ略、となったためにドーピングしまくってレベル上がらなくても俺つれーをするシナリオ。その他にも、普通のモンスターを倒しても、普段なら人参がドロップするところを主人公だけは激うま人参がドロップするとか、そんな感じでレア素材を使ってウサギの獣人のバニーガールをハーレム候補に入れたり、メインヒロインのクッソ偶性の幼女にやっぱつれーはしてバグみを感じて笑ったりする漫画。この漫画は初めからこう書きたいというのをあらかじめ決めてナロー系を描いた部分がよく出ておりとても好感の持てるシナリオになっている。幼女におなりたいという欲望もしっかり読者に表現しており、こうしたいだったり好きをしっかり決めて作品を書いててでね。